皆さんこんにちは。不定期アイドルプリンセスオブデスのオレンジ担当花咲未来です。はい、今回はですね、なんとこのチャンネルには珍しく私の得意分野をしていきたいと思います。はい、それでですね、得意分野というのはですね、こちら、じゃん、パステルなごみアートです。はい、パステルなごみアートというのはですね、こういうですね、パステルっていうクレヨンみたいなやつを使って、これをこのカッターとかで削ってって、でこの指の腹でこうぬりぬりしていったりとか、あとはこういう消しゴムとかを使って仕上げていくっていうアートになります。はい、私はですね、これ準インストラクターの資格を持ってるくらい結構得意なんですけれども、ただやっぱ描いてるだけだと、つまらないくもないんですが、私のこの企画にも反してしまうので、今回はですね、お題を出されます。でそのお題に沿ってどこまで近づけられるか、私ちょっと絵心ないので、あんまりそのがっつりめちゃくちゃすごいのっていうわけじゃないんですけれども、なるべくこう近づけられるようにしていって、パステルなごみアートで私が描けばどういう風になるのかみたいなものをやっていこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツチャレンジ。はい、でそれでですね、私の歴代の作品をちょっと出そうかなと思います。こちらです。ドン。はい、こんな感じでですね、いろいろ書いてますので、こんな感じになるかなみたいなのがちらほらあるかなと思うんですけれども、はい、これを参考に見ていただければと思います。それでですね、お題なんですけれども、今回はこちらをじゃん使おうかなと思います。はい、こちらのですね、写真を元に描いていこうと思います。はい、はい、それでは早速始めていこうと思います。はい、それではですね、どうしようかな、ちょっとじゃあ台紙を使います。台紙を使って反対かな。先にこっちから作って、そしたら台紙がここ作って、ここ作って、今こちらできてみたいことか、
私一旦合わせる。合わせる。そして。いいんじゃない？オッケー。したら、これを一発勝負やけんな、これは。オッケー。そしたらば。テープの出番です。うん、手で切れるじゃん。サミじゃなかった。で、次。よし、じゃあ早速やっていこう。あ、なんかパクリになっとった。やっていきます。やっていきます。そしたら、最近バイユーさん好きだから真似しちゃった。あ、どうしよう、このマリーゴールド必要？ちょんちょんでもいいかな。ちょん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 シュッシュッシュッ。うん、とりあえずやってこっか。 OK、 わかった。そしたらOK、 そしたら次が、thank you。
あ、いいんじゃん、いい感じですね。だいたいなんて、緑じゃん。はい、そしたらここからか。で、このここじゃん。で、で、で、こうして分けてもいいやけども、届ける？届けるか？で、いざ、ただここのやつをね、ない、あー、富士山まで取れちゃった。富士山はそのまま置いていいんだよ。あなたは行ってください。オッケー。そして最後、最後じゃないけど、どこら辺の色かな。そしたら、それでは富士山外して、細かくなってきてね。OK。 じゃあ、あまりやりすぎるとね。あとちょっとこれで、
ではラストスパートですよ。これを後で仕上げもありますが、とりあえずラストスパートですね。はい。よし、ではオープンしていきますよ。いいですか。じゃ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 ん。やっぱこれ来たな。私こういう氷系苦手なんですよな。リリリンリリリンリリリリリン。あ、溝がある。溝があるから溝があるからこの子を塗ってあげようかな。あんまりやりすぎると私はもうただのお絵かきになっちゃうからな、せっかくいいのに。そしたら、あ、そうだ、この子たちで最後じゃないでしょうか。できましたですね。そしたらこれで固めます。うん、分かんないけど前これが私が描いた絵です。まあこれちょっと可愛いってからですけども、ちょっと剥がすか、そしたら。よいしょ。ここだ。じゃあこのセロテープを剥がしていきます。この剥がしてね、このシュッシュ、なんかシャラシャラなった感じもね、またね、このパステル眺めアートのいいところなんですよね。はい、こんな感じで、じゃん、できました。
はい、ということで完成しました。はい、ではちょっと見比べてもらいたいんですけど、まずこちらですね。はい、こちらが元の写真となります。これを私がパステルなゴミアートで私の実力で描くとどんな感じになるか、はい、こちらです。出来上がった作品いかがでしょうか。まあいろんな意見があると思いますが、もしですねこれがおおと、あ結構意外といけるじゃんと、すごいじゃんと思ってくださった方は、ぜひぜひもう迷いなくグッドボタン、グッドボタン、グッドボタンをよろしくお願いします。高評価とあとチャンネル登録もですもん、ぜひぜひぜひお願いします。はい、もしかしたらですね、なんかなんと、まあ、まだ未定なんですけど、これをシリーズ化していくかもなので、ちょっとそちらも楽しみにしていただけたらなと思います。はい、今回ですねこんな感じでちょっと普通に描いていったんですけれども、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。まあ私流でこうやってるところとかもあるので、パステルなごみアート協会っていうところがあるんですけど、そこでやってるやり方とはもしかしたらまた違うところやり方とかもあったりとかもするかもしれないんですけれども、ちょっとそれはご了承いただいて、はい、私のやり方でやったところもあります。はい、いろんなことに私挑戦してます。こういう挑戦してほしいなとかっていうのもいろいろね募集してますので、よかったらお願いします。ということでまた次回も見てください。またねー。